っていうところであの実は現実的な話ですよっていうのをあのちょうどそのコメント欄にあの橋本徹さんが「ベーシックインカム」よく知らなかったことの番組っていうのを出したんですけどあの橋本徹さんがあの頃ろね「即プっていう名前の番組だったと思うんですけどあの来た人の質問に対してそのあのあユーザーとかの質問に対して即答えますみたいな番組をででやってたん ABEMATV で,で。 でその頃にその僕ベーシックインカムを実現するにはどうしたらいいか会議っていうのをまあ,あのベーシックインカムやった方がいいよねっていうのとその実現するためにはこういう財源があるよねっていうのででただ実現するにはどうすればいいかっていうとその、えー、と日本人その日本の国会で政治家がベーシックインカムの法案を出してでそれを可決しなければならないんですよ。でそのまあ、政治家に対する影響力がほぼないのでただその 割とじゃあその社会日本どうしたらいいのみたいな話って僕ちょこちょこ聞かれる機会が多いんですよ。でその賢い人にこういうシステムありますよ財源はこれですよなのでこれやった方がいいんじゃないですかっていうのを説明するっていうのをたまたまその,あのアベマの,の番組があったので橋本徹さんにしたんですよ。 でね、この2017年これの1個前ぐらいだから多分2016年とかにやった気がするんですけどでその時ってその橋本徹さんもビークインかも自体全然知らなくてであのなんかこういうシステムありますよとかじゃあ財源どうするのっていうなんか今のが今のコメント欄と同じようなことをやり取りしてあのもし財源の計算が本当に成立するんだったらありかもしれないよねみたいなことを言って終わったんですよ。 で、あの、現在、2021年、あの、衆議院選挙っていうのが10月31日に行われて、で、その時に、あの、維新の会っていう政党がありまして、あの、最高顧問かな橋本徹さんが。 で、そこの、まあ一応その橋本徹さんってその後、他の番組とかでもベーシックインカムいいよねって言い出したりとか、で、まああの、アベマの番組に僕が出る時もそのベーシックインカムの話になったりっていうので、割とそのベーシックインカムという話が、その、まああの、もともと大阪府知事、府知市長だった橋本さんが維新の会に多分伝えてみたいな形で、その維新の会の公約としてベーシックインカムっていうのが入ったんですよ。 でその前で行くと、あの、希望の塔っていう小池百合子さんが立ち上げた塔でもベーシックインカムっていうのが一応公約に入ったんですけど、それが2018年かな ?19 年 まあい,いやちょっと忘れちゃったんですけどっていうので割とその政府のあの要は政党の中で公約にベーシックインカムっていうのを入れるところがちょこちょこ出てきたんですけどでその維新の会がまあベーシックインカムっていうのを公約にしましたとでそのあの僕らがやっていたベーシックインカムを実現するにはどうしたらいいか会議っていう時にああのまあ、僕が言ってたのがあのベーシックインカムを実現するためにはどうしたらいいかっていうとベーシックインカムというのを公約に入れる いう政治家政党がいた場合はどんな癖でも投票しろっていうのを僕言ったんですよあのの僕その女性政治家が少ないっていう問題の時も同じようなこと言ってるんですけどあのまあ女性の政治家を増やしたいのであればどんな癖野郎でも女って言うだけで投票したらあの女性ってあの日本人って女性と男性でいくと女性の方が多いんですよ。 なので女性がどんな癖野郎でももう性別が女だったら投票するわっていうのをやり続けると日本の政治家の半分以上が女性になるんですよなのでその政策を通したいのであればどんな癖野郎でももうベーシックインカムって言ってるところに投票するべきだっていうのを言ってたんですよなのであの僕そのあの今回そのあのなんか あのせ政治開票の番組みたいなのの一応その MC 的な仕事を受けたのであのどういうところに投票した方がいいですよとかあのどういうそのなんところがいいですよみたいなのは一切表向き言わないようにしてたんですよ。 ただ、あの、分かってる人は分かってると思うんですけど、なので、あの、僕、その、ベーシックインカムっていうのを書いてる人であれば、そこの政党がどんなクセ野郎がいても、投票するっていうルールでやったので、なので、あの、僕が投票したところ、まあ、今言ってみたんですけど、僕、維新に投票したんですよ。あの、僕、北区民で、あの、北区にその、維新の会の政治家の人もいたので、っていうところで、あの、投票して、まあ、結果として、あの、維新の会が一応、あの、日本で第3党になったんですよね。 その自民党が第一党で、公明党が2で、第3が維新かななんか第3党になったので、第2がどこか調べるのついちゃった。で、もともとのとあの、議員の数から言うと、3倍ぐらいになったんですよね。まあ、全然関係ないですけど、僕はあの、北区、あの、もともとあの、僕、日本にいた時、北区民で、 なので、あの、音北さんの選挙区なんですよね。あの、音北さんっていう、音北さんだよね。音北さんっていう、あの、若い政治家の人がいて、あの、その、なんかよく喋れる人なんで、あの、たまに番組とかでご一緒することがあるんですけど、あの、僕より早口なんで何言ってるか一般の人は聞き取れないっていう政治家のいですけど、で、あの人がその、なんか新しい党みたいのを立ち上げて、Facebook で、で、一応僕それに参加してたんですけど、なぜか音たさんは維新の会に入るみたいなことになって、あの、その、新しい党は、あの、なんか空中分解しちゃってるんですけど、まあ置いといて、 っていう感じで、ま、とりあえずあの、維新の会っていうところにあの、ベーシックインカムを実現させたいと思うのであれば、あの、そこに票を入れろっていう、僕は一応皆さんに言った通り、あの、その、約束した通りの行動しましたよ、と。 でその結果、そのあのまあ、あの日本の,その第3党の公約がベーシックインカムということになったのでそうするとあのベーシックインカムっていうのを公約に入れた方が受かるんじゃねとかあの要はそのなんかあの支持得られるんじゃねっていうふうに考える政治家と政党が増える状況になったと思うんですよ。 なので、結果としてベーシックインカムの実現に近づいたんじゃないのっていう、あの、このあの今まで一応ベーシックインカムを実現するにはどうしたらいいか会議としては、あの、それなりにあの、わかりやすい一歩がいったので、勝利宣言っていうのが今日の趣旨でございます。はい。